素晴らしい計画は不要だ。計画は 5%、 実行が 95% だ。カルロス・ゴーン、日産自動車社長。群れを飛び出しても生きていけるような人間が集団を作ったとき、その組織は強くなる。川上和夫、法学者。もし真剣に勝ちたいのなら、これじゃあ勝てない、こうしてくれと言わなきゃいけない。みんなで慰め合っていても勝てっこない。岡田武史、サッカー日本代表監督。相手を黙らせたからといって相手の意見を変えさせたわけではない。バーナード・ショー、劇作家。この世で成功する人とは、立ち上がって自分が望むような状況を探し回り、もし見つからなければそれを作り出す人だ。バーナード・ショー、劇作家。言いたいことは言う。その時は心を込めて言う。河本大翔、歌手。寝るのはバカだ。みんな寝すぎだ。私は死んだ後たっぷり眠る。トーマス・エジソン、発明家。上司の力量を見極めるのに時間はかからないが、部下の力量を見極めるのには時間がかかる。流れ音や、作家。迷ったら積極的な方を選ぶ。自分が動けば自分が変わる。人生が変わる。流れ音や、作家。心配とは行動の不足から起こるものである。野村克也、プロ野球監督。今から数年後、あなたはやったことよりもやらなかったことに失望する。マーク・トウェイン、小説家。未来を語る前に、
今の現実を知らなければならない。人は現実からしかスタートできないのだから。ピーター・ドラッカー、経営学者。夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし、故に夢なき者に成功なし。吉田松陰、幕末の志士。基準の高さが結果の違い。安田隆雄、ドン・キホーテ創業者。地道な行動が最大の自己アピールになる。樋口博太郎、アサヒビール社長。常に一歩前進することを心がけよ。停止は逮捕を意味する。野村徳七、野村証券創業者。評論家はいらないのです。反対意見は大いに結構。しかし必ず代案を出しなさい。堀場正夫、堀場製作所創業者。出る杭は打たれるが、出過ぎた杭は誰も打てない。出ない杭、出ようとしない杭は居心地は良いがそのうちに腐る。堀場正夫、堀場製作所創業者。少数精鋭とは、少数の精鋭社員で事業をやることではない。少数の凡人で事業をやっていくうちに精鋭になっていくことである。中島忠夫、シチズン時計社長。やるべきことが決まったならば、執念を持ってとことんまで押し詰めよ。問題は能力の限界ではなく、執念の欠如である。渡航敏夫、東芝社長。お前がいつの日か出会う災いは、お前がおろそかにした
ある時間の報いだ。ナポレオン、フランス皇帝。いつかできることはすべて今日もできる。モンテーニュ、哲学者。考えてばかりいないで、とにかくやるべきことをやれ。人生とは頭で考えたり、難癖をつけたりして変わるようなものではない。ラルフ・ワルド・エマーソン、哲学者。自分が出したアイデアを少なくとも一度は人に笑われるようでなければ、独創的な発想をしているとは言えない。ビル・ゲイツ、マイクロソフト社長。よく時間が解決してくれると言うけれど、そうは思わない。でも行動した時間なら解決してくれるはずだ。松岡修造、プロテニス選手。明日はなんとかなると思うバカ者。今日でさえ遅すぎるのだ。賢者はもう昨日済ましている。クーリー、社会学者。どこかにたどり着きたいと欲するならば、今いるところにとどまらないことを決心しなければならない。ジョン・モルガン、モルガン財閥創始者。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。